とっておきの音楽祭 in 台湾にお越しの皆さん、こんにちは。日本日本から来ましたシンガーソングライターの榎木亜里沙と言います。ひらがなあの感じですね、はい、今日は第1回とっておきの音楽祭 in 台湾、こちらで歌えることとても嬉しく思っております。ありがとうございます。大家好，我是从日本来的创作歌手 Enoki Arisa， 今天非常荣幸能在真爱唯一音乐季演奏，谢谢大家。今日知ってる曲があったらぜひ一緒に歌ってください。今日は手話パフォーマー、ハンドサインパフォーマーのジュンさんと一緒にお届けをいたします。よろしくお願いいたします。大家如果有熟悉的歌，也欢迎大家一起唱。然后今天会跟手语歌俊さん一起表演，特别谢谢他。それでは1曲目はこれ中国語合ってますかね？第一首是这个，这个中文对吗？ちょっと違うかな。幸せなら手を叩こう。ご存知の方もいらっしゃるんじゃないかなと、中国語バージョンが YouTube にあったので、ご存知の方がいらっしゃるんじゃないかなと思って今日は用意をしました。もし知っていたら一緒に歌ってください。如果我感到幸福，你就拍拍手。这首在 YouTube 应该有上传，然后你们可以一起，大家一起唱。それでは、ちょっと自分でポチッとしますね。お届けをいたします。幸せなら手を叩こう。拍手欢迎。Sorry, sorry, sorry. ごめんなさいね。幸せなら手を叩こう。幸せなら手を叩こう。幸せなら態度で示そうよ。ほらみんなで手を叩こう。幸せなら足ならそう。幸せなら幸せなら態度で示そうよ。ほらみんなで足ならそう。幸せなら肩叩こう。幸せなら肩叩こう。幸せなら態度で示そうよ。ほらみんなで肩叩こう。幸せならほっぺ叩こう。幸せならほっぺ叩こう。幸せなら態度で示そうよ。ほらみんなでほっぺ叩こう。幸せならウィンクしよう。かわいくね。幸せならウィンクしよう。幸せなら態度で示そうよ。ほらみんなでウィンクしよう。よかったらステージ上がってもらっても全然大丈夫なので一緒に楽しんでください。幸せなら笑いましょう。幸せなら態度で示そうよ。ほらみんなで笑いましょう。幸せなら手をつなごう。幸せなら手をつなごう。幸せなら態度で示そうよ。ほらみんなで歌でございまして、1曲目はカバー曲、皆さんが知ってる曲をお届けしたんですけれども、次の曲は自分のマイオリジナルソングをお届けしたいと思います。皆さん猫は好きですか？ちょっと中国語が書けなかったので、ひらがなとカタカナ好き？よかった。私うちに犬、日本に犬を置いてきちゃったんですけど、猫も大好きで、女心を猫に例えて作ってみました。
はい、大丈夫です。では、きっと台湾の女性陣も同じことを考えていると思います。男性陣が、男の人が女心をもっと分かってくれたらきっと世界平和につながるんじゃないか、それぐらいに思っております。ということで、女心を猫に例えて作りました。よかったら一緒に、可愛い曲なので覚えていってください。えのきありさで猫になった。